あ、大空すばるの親はどちらか。いや、私やえ、マリンちょっと、ね、スー君の親になろうとしたことちょっと一回もないんだけど。まあね、まあいい、まあ真剣を争いましょう。じゃあ一応争うかね。争います。ちょっとじゃあそれ書いときますか、ちょっと。ね。一応争うか。はい、一応。マリン子供多すぎだろって言われてますし。え、本当にね、何人産んだんだって感じで。じゃあ一旦さ、アクタを私にあげてみない？一旦私にくれない？え、じゃあその場合、はい、スバル先輩はマリンの元にってこと？まあ一旦ね、ちょっとスバル先輩手に負えないかなマリン、ちょっとマリンでは手に負えないところはある。え、前一瞬仲良しになってたじゃん。なってはいた、うん、でも産みたいかと言われたらちょっとスバル先輩を産むのはなかなか難しいところがあるよねそうか、残念やな。やっぱアクタンみたいなさ、マリンがさ守らなきゃみたいな存在でないと。あ、でもさ、あ、スバル先輩って冬になると、はあ、なんか潮らしくなる、寒くてさ静かになってるの。そういう時は守らなきゃって思って一生懸命温めたくなるの。寒がりだからなそう、寒くなると ねなんか潮潮になってるから。潮潮になるよね。そういう時はいつも温めてる。大丈夫ですか、大丈夫ですかういも寒がりじゃねになっちゃった。ういも寒がりだけど、なんかスバルは、うん、なんかさ肉がないじゃん、あの人マジで。ない骨じゃん。うん、骨骨ってことはないだろそんなことはない、健康的ですよ。骨ってことはないわ。え、でもうい心配だよ、見るたびに細くなってからさ、スバル。確かに痩せやすいよね、運動よくするし。そう、うん。痛っ。